いやまあ自分がたくさん出てるんで、まあ照れくさいなというのがありますけれども、取、まあ、っておいて読んでよかったなというふうに思います。えー、最初のね挨拶でも言ったんですけれども、まあ負ければもう賛成党最後の選挙になるんじゃないかというふうなもう覚悟でやってましたし、勝てばね、これからのこういろんな全ての始まりがこっからということになりますから、まあどっちになってもメモリアルなんで、はい。 で、まあ、さすがにね、お金がない、お金がないと言ってる中で、頭皮を使って撮るというのはね、まあと違うかなと思ったので、まあ、うちの、会社持ってますんで、その会社の経費で、はい、あの、撮らせてもらったんですけど、はい、あの、まあ、これも撮ってくれてるね、持ちさんの、はい、紹介の内田監督が、非常に熱心に撮っていただいて、アーカイブは残せてよかったと。で、僕としては見て、改めて思ったのは、あの、原点を思い出すための映画だなと。 というふうに僕の中では位置づけています。で、まあ、今はね、まだついこの間の話なんですけど、まあ、とはいえ、もう心の中ではもう一年ぐらい前のことにより実はなってるんですが、あの、まあ実質は数ヶ月前のことですよね。でも、あの、やっぱり選挙の時こっちも必死でしたからね、その訴えを自分でも改めて聞いて、そうだと、そういう思いでこの参政党の選挙を戦ったんだということを、 思い出して、まあ嫌なことがあったりとか、時に我々も疲れてしまって、あの、テンション落ちるときもあると思うんですけど、そういった時にね、こう、あれを見返すことによって、そうだと。俺たちはこれを約束して政党を作ったし、そして皆さんもそれを期待して応援してくれたんだから、その原点を忘れてはいけないということを思い返す映画に僕自身になったなというふうに思っています。一方で、そんなにたくさん予算をかけたわけではないので、あの、これは内田監督のせいではなくですね、僕はお金がなかったからなんですけど、 密着取材ではないんですよね。はい。ですから、その、なんていうかな、その、僕がここに行きますよっていうの,のに、その日一日追いかけてもらってるだけで、あれもし1ヶ月、2ヶ月密着取材しといてもらったら、本当にこう、うよ曲折、喧嘩あり、涙あり、ね、感動ありみたいな、実は、あの、街頭演説とかじゃないんですよ、本当は。もっと、あの、生々しいストーリーがいっぱいあるわけですよね。喧嘩したり、 まあ、裏切られたっていうとちょっとことはきついですけど、なんか、期待をね、してたところで、こう、なんていうかな、肩すかしを食らったりとか、そういうのもあって、まあ僕もいっぱい怒ったし、まあ泣きはしないけど、あの、<laughs> いろんな感情のあれがあったんですよね。それがあった上での、あの、ね、最後の芝公演の1万人を超える、えー、街頭演説、舞子様があって、そして投票。 で、国会に初登院みたいなんですね。それはやっぱり、あの、あそこの映像の中に映ってないストーリーが山ほどあったので、まあそういうものもちゃんと撮れればですね、もっとこう、波のある映画になったなと。結構淡々と、あのもちろんあるんですよ。これ、ね、波あるんだけど、波が小さいんですよ。本当はもっとあれ密着してれば、もうジェットコースターのようなね。はい。だって候補者50人集めるのにどんだけ苦労したか。そして、 その50人の方々、ほぼ全員素人ですから、ね、その方々に該当演説とか、ね、どういうふうにするんですよとか、政権放送こうしてくださいとか、全員チェックしたわけですよね。はい。だからそれ深夜の1時、2時までやってたわけですよ。で、僕も大変だけど、向こうも怒られて大変で、はい。でもそういうね、お互いの人生をかけた本気の勝負の中で、あの選挙戦が行われたので、 そういった部分もね、あの、描けたらよかったかなとは思いますけど、これはまあ予算上、ね、そんな24時間、2ヶ月も3ヶ月もついてもらうわけきゃいかなかったんですが、まあ、あのもし今後、賛成との映画を撮る機会があればですね、その時はもう少し予算をかけて、本当に、まあ、でもな、密着されると活動しにくいんですけどね。はい。けど、まあ、本当に残すんだったら、しっかりとね、あの、プライベートなところも撮っといてもらって、 はい。すると、裏舞台結構、だから今回は表舞台、ちょい裏みたいな、そんな映画になってます。けど、本当はもっと裏が、裏がメインなんで、そういったところもですね、別に隠すことないので、ほとんど。はい。お風呂入ってる時ぐらいですよ隠すものがあるの <laughs> は。い。くらいなんで、あのー、<laughs> そういったのも今後また撮れれば、よりいい記録が残せるんじゃないかなと思いました。で、特にですね、あのー、 ののの方は見ていいたたたただくととととと本当に自分たちががやっっことの大きさとか、えー、凄さとかかすすでででねねそうう肌で感じられると思うんです、ね、あれは本当に僕らゴレンジャーでやった選挙ではなくて本当に10万人の党員みんなで作った選挙だと思うのでそ,れをその熱をですね改めて感じてもらうにはすごくいい作品になっていると思いますのでこれからまだまだ地方でも全国で上映されると思いますからぜひ皆さん近いところに足を運んでいただいて2時間55分と。 はい、かなり時間はかかりますが見ていただくと楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。